こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアノチです。今週一緒に勉強したいと思った曲はストーンズのフィギュアです。これから一緒に勉強したいと思った方々は登録、いいね、アラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はシックストーンズなんですけども、ストーンズって呼んでくれる日本の6人メンバーのアイドルグループです。活動は2015年からしました。事務所はジャニーズと、レイブルは SM レコーズです。ここに来たらストーンズの他の、お、どこです、ここです、あ、うんはい、ここに来たらストーンズの他のレビューした曲もあるので、ここまで来てまた楽しんでください。楽曲はボカロ P としてめちゃくちゃ有名なクジラさんが作って、アニメーションはエヌメロさん、そしてイラストレートはサンダーボルトさん、歌うのはストーンズ。最強なメンバーが集まっていい作品だと思います。クジラさんは曲を作るとき、先に歌詞を全部書いて、メロディーとコードを入れて、自分で思い入れがめちゃくちゃ強いって言って、それでこの曲の歌詞には、構成を大事にして、どんな時でも自分らしくあろうという強いメッセージを軽快なシティポップサウンドに乗せたと言いました。それでこの歌詞にあと集中してみてください。じゃあ、行きまーす。자연스럽중에거의유일하지않을까요?얼굴안나오는데진짜그럴것같아아이돌그룹인데얼굴을보이지않고음악만하니까근데스톤즈는두번째그전에도한번애니메이션하지마세요해가지고원더시티퍼그쿠지라상이만들었다는게지금딱보여요그치그치쿠지라상은언제들었나계속저희동영상돌려봤는데아도상이무쇠화하기전에이미아도상을 발굴까지는아니지만알아보고서같이콜라보를하셨다고하더라고요이렇게얼굴안나오니까오히려약간좋아하는팬들은누가불러는지약간예상하는재미가있을것같아요오그러겠다그리고스톤즈라고말안하면누가불러는지모를정도로스타일이갑자기확바뀌어가지고근데너무어울려스톤즈랑오히려그다양함을할수있다라는그이점이있는거예요ストーンズは本当にいろんな挑戦をしてて、他のジャニーズのアイドルとちょっと違う感じっていうか、そういう歌唱ロック歌で勝負するグループっていうイメージがある。僕は考えたら YouTube 曲というみたいなんですけども、その曲だと MIDI 使うことが多いから無限の可能性がなんか感じれます。なんかドラムも本番なんかライブ時にそれなんか弾くことできないくらいんだけど、それだけでできるとか、なんか聴く時に本当に楽しい感じがあります。ジャニーズっぽくない曲なんですけど、結構ジャニーズの色にストーンズの色に混ぜているっていう曲の感じがしてて、クジラさんってやっぱりすごいな。それと背景が綺麗です。見ながら目が楽しかったです。確かにそれぞれの個性まで生かして、なんかよく作ったと思います。ストーンズのメンバーが歌うことをちゃんと想定して、なんかそういうパート分けをしたっていう感じもしますね。うん、すごいですね。あ、영상미가너무예쁜것같아요。랩도진짜잘넣었어。이거홍콩분이그린거。여기리듬너무좋아。맞아요。캐릭터도약간그스톤즈목소리도너무잘맞고근데이색감자체는사실홍콩이라는느낌과일본이라는느낌이잘섞여서색감이정말잘산거같아요。어키업도너무멋있다。그니까
위해서멜로디스팅을리드신스라고그러거든요이거를진짜너무잘써요이분굳이라고네이부분이너무좋아싸기땡나오고뒤에약간이렇게탁합쳐지면서오오오어나이가사도너무좋다대체불가의피규어아어오와どうでしょうか僕は最後の歌詞「あのままで」の歌詞がこの曲を歌詞を全部意味を送ると思いましたいつも人間はどうやってどうやってどうやってなんか考えてるんだけどやっぱりあのままそのままでも一人一人全部大事な人だからそれでなんか最後の歌詞が本当に心に落ちましたなんかクジラさんが曲作る時言った通り自分らしくという強いメッセージが載せたって言いましたけど自分らしいって結構難しいだと思いますなんか僕のキャラクターについて結構考えたんですけどまだ自分らしいって一つの言葉で確実に言えないですからもっと考えないといけないと思いましたクジラさんがインタビューの時自分らしさを強調して言いましたけど YouTube のクジラさんが出てるあの映像を見ると本当に自分らしくはいますすごいアーティストっぽくて初めて見ましたけどおおクジラさんだって曲にもそれが入っててジャニーズに提供した曲なんだけど、まあ、ジャニーズのスタイルもちゃんとあってクジラさんのスタイルもちゃんと込めてってなんかそういう本当に言ってる通りに自分らしさを大事にして生きてる方かなと思いました僕は個人的にこの曲を聴きながら考えたのはなんか前のクジラさんの曲と今のクジラさんの曲がだいぶいろいろ奏法とかミックスの仕方がいろいろ違くて、うん、あどんどん成長してる人だなそれに合わせてストーンズの曲もどんどん発電するのが見えてて本当に次の曲が楽しみになる、うん僕が考えたことはメッセージも音楽性も MV も全部表せて2分30秒以内に全部表現したことはめちゃくちゃなんか素晴らしいことだと思いますなんかストーンズがこれもできますこれもできますこれもできますそれがちょっとかっこいいなと思いましたあ今週もめちゃくちゃいい勉強になりましたありがとうございますこれからも一緒に勉強したいと思った方々、登録といいねとアラームしててよろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。裏切らないものを僕らずっと探して生きている。Oh!